く燃料タンク付近から炎が。座って。77人の乗客乗員は機外へ避難。すでに機体は炎に包まれている。ちょっと集合していただけますか。26人いたしますので、事故の原因は強い横風の際、着陸に必要な速度を出さないまま空港に侵入したことと、経験が不足している副操縦士が操縦桿を握っていたためだ。この事故で乗客乗員20名が怪我。花巻空港は丸3日間閉鎖された。